炎の体育会 TV は2011年10月10日から TBS 系列で放送されているスポーツバラエティ番組である。2017年10月から現在までの放送時間は毎週土曜日の19時20時。開始当初はスポーツの経験のある男性お笑い芸人が女性プロスポーツ選手とハンディキャップや変則ルールを設けてスポーツで対決する。スタジオでは 数名のゲストパネラーが、その勝敗を予想する。過去に2011年1月11日の21時22時48分枠と、同年7月3日の19時22時24分枠で、美女アスリート創出演演の体育会 TV2011 と大し特別番組として放送されてきたが、同年10月10日より、正規のワイドショー、ザ、今夜は、 ヒストリーの枠移動による後番組扱いで月曜19時台でレギュラー放送化されることが同年8月31日に決定した。また TBS でのスポーツバラエティ番組は黄金筋肉以来約7年ぶりに設置される。さらに TBS の月曜19時枠は全番組ザ・今夜はヒストリーのように関口博士が司会を担当する番組が放送されており、 関口司会の番組が放送されないのは2009年4月から2010年3月放送の総力報道。ザニュースを除けば、1979年3月までの YKK アワーキックボクシング中継とブラザー劇場コメットさん以来、実に32年半ぶりである。2012年のアジアテレビジョンアワードの一般エンターテインメント部門最優秀作品賞を受賞。 キャッチコピーは勝てんのかレギュラー版初回となった2011年10月10日の放送は放送時間を30分拡大、前倒しして18時30分19時55分から放送。夕方のニュース番組は30分繰り上げて放送された。2012年10月開閉により、当枠に私の何がいけないのが放送される上、 水曜19時代に設定されていた1時間分のローカルセールス枠も当枠へと移行してくるため同年10月13日放送分より土曜19時代に移動した。筋肉番付とその後続である体育王国以来 TBS のこの時間帯に9年ぶりにスポーツバラエティ番組が復活することとなった。土曜19時代以降に伴い大幅にリニューアル。 パネラーによる勝敗の予想はなくなり、一部競技にはファイトマネーをかけられ、勝利すればプロアマ問わず獲得できる。また参加者が女性アスリート VS 男性お笑い芸人限定から老若男女様々な一般人、芸能人、有名人、アスリート参加型となり、競技自体も集中力、忍耐力など様々な能力を競うゲーム企画が数多く導入される。 その中には、全身である、筋肉番付シリーズの競技を復活させたものも、含まれる。また、月曜時代は、当時直後の二重字枠に、パナソニックドラマシアターが編成されている、関係上、二時間 SP は、年末年始や、改変期程度しか行わなかったが、土曜時代に入ってからは、頻繁に行うようになり、特に2013年以降は、 大半が20時代番組のネプの超法則。ジョブチューンはあの職業の秘密ぶっちゃけます。との交互放送による2時間 SP となっている。2013年9月28日に放送され、当番組 MC の今田が総合司会を務める改編期特番、オールスター感謝祭13秋芸能界ナンバーワンチーム決定戦。では、この回チーム対抗戦として行われ、 当番組出演者、竹井壮、加野秀隆、山田慎太郎による炎の体育会 TV チームが、計178問10、5.07で優勝した。個人 MVP も、当番組出演者である岡田慶美にが53問に、34.96で受賞した。2014年4月より、直前、番組、 もうすぐ炎の体育会 TV の開始時刻が18時56分30秒から18時59分に変更55秒で放送内容を紹介した後5秒の提供クレジットを挟んですぐさま本編開始となったそして同年10月からはもうすぐの開始時刻が18時58分30秒に繰り上がり放送時間も85秒に拡大 さらに2015年4月11日放送の3時間 SP からは、もうすぐの開始時刻が18時56分に変更、放送時間も235秒に拡大された。2013年より、毎年1年の初めの放送は曜日に関係なく、元日に、年またぎスポーツ祭りと題した大晦日夕方から、元日にまたいで放送される、長時間、テレソンのフィナーレ番組として、 長時間スペシャルが放送されている。2015年8月8日、放送分は18時台後半のミニ番組、もうすぐ炎の体育会 TV が廃止され、20時台のジョブチューンと共に、2013年10月26日、放送分以来、約2年振りの1時間に体制放送となった。その後は次の日がジョブチューンとのに体制となっている。 また5月7日も1時間放送だが、これはジョブチューンの2時間 SP が19時56分21時54分の変則体制のため。2016年に入ってからは一連の VS アスリート企画やレギュラーメンバーの競技挑戦ドキュメントを芸能人が本気で部活動と銘打ち番組で結成した体育会部がシーズン制で戦う企画とアスリートが オリジナル競技に挑む企画の2本立て構成になった。この部活動では負けが込んだ場合、敗部と銘打ってメンバーが大幅に変わることが多い。また10月15日放送分の2時間 SP からもうすぐの開始時刻が18時55分に変更、放送時間も295秒に拡大されたが、2017年4月16日放送分の2時間 SP からは、 元の18時56分開始、235秒放送に戻された。また2017年4月29日の2時間 SP と同年5月13日の2時間 SP は20時54分の JNN フラッシュニュースを内放して21時まで放送し、直後の日立世界不思議発見とはステブレレス接続となった。2017年10月からは TBS のゴールデンタイムプライムタイムのレギュラー番組の生直スタート化に伴って4分拡大し19時20時の放送となる2019年4月より JNN フラッシュニュースの土曜放送分が廃止されジョブチューンが4分延長不思議発見との接続を毎回ステーブルレレスに変更したため当番組の2時間 SP も21時まで延長不思議発見 との接続も毎回、ステブレレスに変更した。2019年7月19日、レギュラー出演していた雨上がり決死隊の宮迫、博之の降板を発表した。同日、吉本興業が宮迫との契約を解消したことを受けての決定となる。2019年10月5日、放送分は2016年12月3日、以来1036日振りの1時間放送だが、 この日は20時21時54分に変装かくれんぼハイドシークが編成されたため、ジョブチューンとの二体制は未だに行っていない。2020年4月4日は当初、オールスター感謝祭2020春を18時25分23時48分に生放送するため本番組は休止予定だったが、感謝祭が新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、 企画内容、演出の大幅な変更に伴い、放送開始を20時からに短縮することになったため、空白枠となった18時25分20時に、本番組をレギュラー復帰並びに30分拡大した上で急遽、編成されることになった。しかし、感謝祭本編については、東京都からパンデミックの恐れが続いているなど重大局面で、あるとの見解が示されていることなどを受けて、 放送を延期することが同年4月1日未明に発表された。このため本番組をさらに60分拡大した上で18時25分21時に放送した。2021年4月10日からもうすぐ炎の体育会 TV の放送枠が18時51分19時に拡大。この拡大に伴いもうすぐ枠の1分間前 CM が廃止され、 18時51分、きっかりに開始、そして直前ミニ番組との接続は、ステブレレスに変更、もうすぐ枠の構成も次のように変更された。これは、ジョブチューン拡大版や他の特別番組でも同じ。基本的にはスタジオで進行を務めるが、競技に参加する場合もある。かつてはスタジオに、セットやリングを設営して行われていた。主な出場者を併記する。 こちらの競技は VTR で行う森脇健二がキャプテンを務めていた2013年5月18日放送分ではハンデなしで行われた通常の対決と同じただしアスリート側は覆面を被って正体を隠しており挑戦者側が勝てばその覆面を剥ぎ正体を見ることができる BGM はスカイハイ種目は野球の投手となり 往年の名打者を三振に抑えるマスクドスラッカー、陸上短距離走で対戦するマスクドスプリンター、ボクシングのマスクドボクサーなど、開始当初は各スポーツ経験者の芸能人が対戦していたが、現在は将来を有望視されている小中学生、高校生アスリートと対戦している。過去の競技1年以上行われていない競技を主に記述。 体育会 TB 制作委員会第1回は2014年6月21日15時16時30分。第2回は同年11月5日19時56分21時54分に放送。スポーツメインの体育会 TB とは相対し、頭脳系競技やゲームでプロと芸能人が競うという内容。司会は東野幸二と高安戸都実況アナウンサーは 辻吉成。月曜時代、TBS に限り本番組終了後の19時57分から19時59分に放送。世紀のワイドショー。ザ・今夜はヒストリーの直後に放送されていた歴史天国の枠をそのまま引き継いだもの。スポンサーも引き続き FJNEXT の一社提供であったが、土曜移動を機に終了した。ありがとうございます。